はい、スタートいたしました。うらりチャンネルです。じゃあですね、真渡り選手について、ちょっとお聞きしたいと思います。ゲストは大宮アルディージャの番記者の松澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単なじゃ、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。大宮アルディージャの取り上げてます。大宮家電の編集をやっております。あとは、高校サッカーとか、埼玉県を中心に、追っかけ。 おりますオーレ埼玉っていう雑誌があるんですけれどもそちらでお仕事いいいいたただだてててサッカー書かせていただいてますそんな松田さんですけども今回真辺選手についてお聞きしたいんですけど先に一つ目真渡、まあ、選手はどんなプレイヤーなのか一言でちょっと一言で難しいかもしれないですけども。 万能型のタイドバックです。両方できるってことですね。右サイドも左サイドもってことですよね。そうですね。まあ、主に右ですけれども、両足蹴れますし、きますね。ちょっと詳しく行く前に、に先に経歴の部分なんですけども、やっぱり特徴的なのは、はい、東洋大学に行った後に、ガイナーレ、鳥取、J3 ですね2年。2年いた後は、はい、金沢、徳島、広島、はい、川崎、はい、湘南、大宮。で、今回浦和ということで、1年ごとにチームを変えてる <laughs>、ね。 っていうなかなか渡り鳥な感じの選手だなっていうのがすごい特徴的なんですけど、うん、性格の話にちょっと先行っちゃうんですけど、うん、すごくその辺はチームに溶け込むのに慣れてる感じはしました、はい、今年加入されてはいなんか誰とでも臆せず話せるタイプといいますか<お>監督にも積極的にコミュニケーション取れるタイプで本当羨うらやましいぐらい人見知りしない印象を受けました。 やっぱりそうじゃないとね、これだけ環境変わっていくと、疲れちゃいますもんね。そうですよね。私、うん、結構人見知りなんですごく羨ましく感じましたけど。積極的に溶け込む以外に、なんかこういう優しいとか明るいとか、はい、わかんないですけど、うん、そういうような性格で、印象的な気になったことありますでしょうかうーん。なんかすごい面倒見がいいと言いますか、そんな感じがしましたね。あと、チームを外に発信するようなイベントごととかに出るのもいとわないタイプと言いますか。はいはい、今回 副キャプテンやってたんですけど、初めて役職がついたっていうことで、一生懸命役割を全うしようっていう気概。はい が見えましたよね加入したのにいきなり副キャプテンに任命されてすごいですね前の教科部長さんが東洋大学で指導されてた時の選手だったので教え子だったってことですかそ,そうですねそ,<ー>その点もあって副キャプテンだったと思うんですよ、ね、じゃあその教科部長さんは大学時代のマータイ選手の性格も知っているからマータイ選手なら性格上副キャプテンでもいけるとけるっていうのがあったんじゃないかな と思ってます。まさに面倒目止めがいい選手。そうですね。あとなんか率先して。えー いろんなことやれるっていうのはすごいなって思って見てましたけどいろんなことやれるっていうのは発信をしていくってことなんですかそうですね発信もそうだし練習中もコミュニケーション取ったりして無駄な時間が一個もないって感じですかね前向きに生きてる感じがしますね、うん、そうな、うんだ。すごいエネルギー感じる人でしたそんな性格の真当選手です続いてやっぱ一番気になるのはプレーの特徴なんですけども行動ですと右と左両サイドできてっていう感じなんですけど大宮ですと 右サイドバックとしてほとんどプレイした感じですかそうですね。ほとんど右ですね。左は、左の選手が交代していかざるを得ないときは左をやったことがあった。 かと思います。基本的にまあ右サイドバックの選手としてプレイして、はいでね、サイドバックでもなんかこういろんなサイドバックの選手がまあ、攻撃的だったりとか、はい、守備的だったりとか、クロスがすごいうまいとかドリブル突破が得意とかあると思うけど、どういうようなサイドバックでも特徴のある選手だなと松田さんは思いました。すごく攻撃的でしたね。下田監督になってすごくサイドバックの役割も攻撃的なところ求められてたところもあると思うので、元々の特徴とすごく合ったサイドバックになった。 のかなと思って攻撃的な右サイドの選手と連携しながら前に出てって本当ゴール前でフォワードの位置ぐらいまで上がっていくような攻撃性見せてもらいましたね特徴的なプレーってありますかやっぱクロスがすごい回数もそうですし、はい、正確性もあったと思いますねあとフリーキックコーナーキックも正確なのも蹴ってましたしなんか本当大事な選手が行ってしまったなっていう <laughs> 今年の浦和ですと、やっぱりフリーキッカーがあんまり、その山中選手が今回セレッソ大阪に移籍してしまいまして、はい、フリーキッカーがいないっていう中で、まあ、選手すごい期待してるんですけど、フリーキックの精度、やっぱりもうゴールもしてますもんね、フリーキックから。あそうですね。精度すごく高いと思いますね。あと、両足が得意だった。 っていう話なんですけどその右だけじゃなくても左足も平角なキックが蹴れるってことなんですかそうですね,、はい、ですね遜色なく蹴れるのでとっても重宝される選手だと思いますリカルド監督のサッカーにも合う。<laughs> っていう風に思うんですけど、そもそも2017年に国士まで一緒にやってますもんね。そうですね。意図がすごくわかるんじゃないですかね。こう監督のやりたいバッカーっていう意図が。そんな真アタリ選手、印象的ななんかこう取材されていてエピソードをなんか一つ教えてたいただいてもよろしいでしょうか。印象的なのはやっぱり最終戦の群馬戦なんですけれども、西村圭介選手がミスが続いてしまった時に、真渡タ選手が気持ちの切り替えを促すような肩をパンパンと叩いてこう気合を入れ ててたシーンがすすごく印象に残ってますね最終戦ということはホームの最終戦ですけども、はい、あの降格の可能性もあったっていうすごく大事な試合ですもんね。そうですねすごく大事な試合で自分がミスした時にやっぱりそういうふうに声かけてもらいたいなっていう時があったってことでその自分がこうだったらいいなって思ったことを西村選手にやった。 っていうことを言ってましたけど、ね、西谷選手は二十三歳でセンターバックってこですよねなんで右でコンビを組んでたっていう感じですかねコンビ組んでましたねじゃあちょっとマアタイ選手そんな形で最後になんかマアタイ選手に一言お伝えしたいこともなどありましたかお伝えしたいことは今までお世話になりましたまたカテゴリーは違いますが応援しておりますっていうのと、うん、これは禁断の意識になるのかなと思うと複雑な心境ではありますね青木選手ズラタン選手って言いましたけどもまたその逆に武田選 選手が大宮に来るっていうことで,そうです、ね、発表されましたね、はい、こうやって行ったり来たりする時代が来たんだなって思うと新しくなっていくんだなって気がしました確かにそうですね新しいライバル関係っていうかそうなんですよ裏側的には早く本当の埼玉ダービーやりたいんで,で、ね、上のカテゴリー J1 に戻ってきてもらいたいなとは思いますね、うん、こちらからちょっと裏木チャンネルからですのでチャンネル登録をしていただくと次の動画の編集頑張れる気がしますんでもしまだの方はぜひお願いいたしますじゃ 今回松田さんどうもありがとうございました。<music>